います。はい、どうも、皆さんこんにちは。今日はね、9月の28日月曜日です。昨日27日の日曜日、あの鶴市の、ね、方で行われましたやまびこ記録会 100m、ね、走ってきました。今季は8月にね一度試合があって、その後はマスターズの記録会なども全部、中止になってしまったので、もう試合出れないかなと思ったんですけどね、やまびこ記録会の方は開催されるということで、まあ、急遽ね大きな期待を胸に、100m 走ってきました。でですね、まあ結果の方はね、昨日一足先にツイッターの方で報告させていただいたんですけども、100メートルがですね、12秒48ということで、自己ベスト12秒32も、前回のね、記録12秒36も、ちょっと更新することがね、できませんでした。残念。はい。はい、ということで、100メートル振り返ってみるとですね、スタートしてすぐ、自分の視界左側にですね、うっすら黒と赤のユニフォームの人がね、こう見えてたんですね。あれ？これはあの、一連走ってるアイくんだよなって思いながら。で、アイくん確か、あの、前回8月の試合の時に、僕の方が早くて、アイくん12秒5か6ぐらいだったんですよね。その、アイくんの後ろはちょっとまずいんじゃないかって自分で走りながら、ずっと考えていまして、結局その距離がですね、縮まることなく、ずーっとアイくんのですね、黒と赤のユニフォームがチラチラこの視界に映りながら、ゴールするという、アイくん一色のね、あの12秒間、100メートルになってしまいました。の、後でですね、自分の動画を見たんですけども、まだ全然ね、動きがダメで、あの、本当に課題、宿題がね、たくさんてんこ盛りのレースになってしまいました。まあ、試合の結果はとても悔しいんですけども、でもそれ以上に、昨日はですね、なんか走れたことに対してすごく嬉しくて、いい一日でした。あの、本当にね、コロナの影響で今年試合がどんどんなくなってしまって、試合に出たくても試合がないっていう人もいれば、あの、試合があってもね、怪我とかで、走れないっていう人もね、たくさんいる中で試合に出れたっていうことだけでも、なんか本当にね、嬉しくて、あの、良かったなっていうふうに思いました。あの、このね、やまびこ記録会っていうのは地元の大学生や高校生が主体となって運営している大会で、あの、昨日私も初めて行ったんですけど、とてもね、あの、ほのぼのとした、感じで、いいね、あの、大会でしたので、またね、来年以降、機会があれば私も出たいなと思いますので、またその時はね、よろしくお願いします。まあ、とにかくね、昨日はやまびこ記録会、運営された、関係者の皆さん、あのね、本当に一日お疲れ様でした。ありがとうございました。また参加させていただきますので、その時はぜひ、よろしくお願いします。まあ、ということでね、次、まあ、今年も公式戦はないんですけど、あの、このまま終わるのは悔しいですので、まあ、10月のどこかね、どこかで、スプリントタイマーを使って、一人記録会をね、やっていこうかなと思いますんで。まあ、非公認でも何でもね、自己ベスト出して、今シーズン締めくくりたいなと思いますんで、またね、そんな動画も楽しみにしていてください。はい、ということで、今日の動画はこれで以上になります。いつもね、本当にご視聴、コメント、それからいいね、それから応援、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。本屋だ。本当はホテルに決まっているのが満席ですよ。